はい、OK です。はい、じゃあ自分の、はい、自分の名前じゃなくて、あ、自分のタイトル、これから、あ、ちょっと待って、はい、3、2、1、スタート。これから実際に重箱、現地に行って重箱に住んで、そこの場所をマッピングしていくための重箱のカスタマイズ案を発表していきたいと思います。重箱、間違えてるな、そのためにまあいいや、はい、どうする、はい、はい、いいよまずその内装がこれで、まあ普通に棚、キッチンがあって、まあキッチンは屋根にソーラーパネルを設置して電気で生活していくので、まあ IH を使って、でまあ壁には横瀬町の地図を貼って、まあマッピングするときに地図があって、そのマッピングしている場所がと分かった方がいいと思うので、位置関係が分かった方がいいと思うので、まあ壁に貼って、でまあ、ドローンを使ってマッピングするので、ドローン用のヘリポートを一つ作って、そのドローンでと撮った映像を見れるスクリーンを壁に貼って、そのスクリーンの前にみんなで見れるように机 とここにクッション2つ、ヨギボーミディっていうのとヨギボーダブルっていうのがあるんですけど、まあこれはと人をダメにするソファーっていうので有名なんですけど最初左にベッドを置くつもりだったんですけど、ベッドを置いたらと場所、活動できる場所が狭くなっちゃうなと思って、このヨギボーダブルっていうのはこんな感じでちょっと見えづらいかもしれないんですけど、ソファーにもなるしベッドにもなるので、ソファー兼ベッドとして使っていけたらいいなと思って、このヨギボーダブルっていうのにしました。で、一番重要なのが防災グッズで、まあ、何があるかわからないので、防災グッズは絶対に準備しておきたいと思います。で、次にブランド名で、ブランド名は MED で、まあ、M は、まあ、これの主な目的であるマッピングと、重箱は動くことが特徴だと思うので、Move の M です。で、E は実際にそのマッピングする環境に行くということで、Environment。で、D は、まあ、このマッピングする上で特徴的なのがドローンを使ってっていうのだと思うので、ドローンの D、あと直接マッピングする場所に行くということで、ダイレクト、直接のダイレクトの D。で、ロゴはこんな感じで、この四角は重箱を表していて、緑色にしたのは、なんか、実際その環境に行くっていうのと、重箱の中も、緑だとなんか綺麗で清潔感のある感じがするので緑にしました。で、青色のこの翼みたいなのは、はい、今ので3分です、これでオーバー、はいはい、はい、じゃあ次こんな感じです。時間切れになるともうこう容赦なく切られるので、これも経験しといてください。結構あの本当は言いたかったのに言えなかったみたいなの多分あると思うんだけど、ショートプレゼンはこういう感じで、はい、じゃあ自分です。あとやっぱりこうやって見ると漢字間違えると結構目立つでしょ、そういうのも含めて。ちょっと下に行こう、ちょっとこれで下に行くんですか。あ、日本入れたて、ありがとうございます。タイトルの方、すいません、ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいきます。3、2、1、スタート。
今から重箱のカスタマイズ案について説明したいと思います。まず重箱の設置場所は、埼玉県横瀬町の中にある、まあ、とある森の中に設置すると仮定して考えました。でまず主に考えたのは、重箱の中に 3D プリンターを設置して、そのドローンで撮った写真や映像を使って、その横瀬町の町並みやその森の中の詳しい状態などを 3D 模型にして見ることができたら面白いかなと思って考えました。で、重箱の屋根には少しでも電力を節約するためにソーラーパネルを設置して、で電子機器を使うので、ちょっと森の中で電子機器使うと火災が危ないことがあるので、万一に備えて消火器等は管理しておくようにしました。で次にロゴデザインなんですが、マッピング の現在地を示すマッピングのピンのマークと重箱を組み合わせたようなマークにして、で緑にしたのは森の中に置くということなので、その森林をイメージした緑の色にしました。でブランド名はその 3D の D とドローンの D から取った D マッピングというふうにしました。結論としては、まあ、まだまだ多分 3D プリンターっていうか 3D を使ったことっていうのは、まあ、最近のことなのであんまり発展しないと思うんですが、今ドローンはその何ていうか飛ぶところの制限とかあって、森の中とかしかあんまり飛ばせないと思うんですが、将来的には何ていうか都会とか街の中もドローンを飛ばすようにして、その街の中も大都市の街並みとかも 3D 模型にして、何かそういうちっちゃいミニチュアみたいなのを作って何か展示して、その 3D 模型使ってもっと街を発展できたりしてきたらいいなと思いました。これでプレゼン終わります。はい。今ので2分30秒。はい、じゃあ次。はい、じゃあ自分の。はい、行きます。3、2、1。これどうやって進むんですか？クリックで。クリックで。スタート。はい。今から重箱のアイデアについて説明していきたいと思います。忘れた。あ、こちら。はい。ブランドについてと機能性について。最初にブランドについて。今回、重箱を使ってマッピングするというのが初の試みということで、分かりやすさをテーマとしてブランド名とロゴを考えました。そこで今回の企画において、主な部分となってくるハウス、ドローン、マッピングという部分の頭文字を取って MDH としました。ロゴも分かりやすくこの要素を取り入れて、真ん中がドローン、四角い箱の部分が重箱、車輪のところが地球で、一応マップのことを意味しています。で次に機能性について、重箱にソーラーパネル、バッテリーを搭載しました。今ドローンも進化していますが、1日飛ばすほどのバッテリーはまだないので、そこでバッテリーを充電できるようにソーラーパネルとバッテリーを搭載しました。またトイレ、ベッド、キッチンを搭載することで長期的にマッピングすることができます。また先ほども言ったようにソーラーパネル、バッテリー搭載もしているので電気も使えます。で、天井のここのイラスト部分見てもらうと分かるんですけど、天井の半分を天窓にしました。なぜしたかというと、一つ目に昼に電気を使わなくて済むと、二つ目に
やはり狭い部分、狭いところでずっとやっていると疲れてしまうので、リラックスできるように開放的にするために天窓で、3つ目に、寝るときに星を見ながら寝れるという、まあ、ちょっとした娯楽的な要素を込めてこれを提案し考えました。で、まあ、最後に今はまだ計画段階で狭い範囲でしかこういうことになった狭い範囲でしかなっておりませんが、最終的には日本全土でこういうことができて Google マップとかに反映されたらいいのかなと思います。これでプレゼンテーション終わります。ありがとうございました。はい、2分30秒ですね。はい、じゃあ次。はい、じゃあ自己紹介して。どうやって日本指で、あ、それでもいい、あ、それでもいい、あ、これでもいいですか。日本指で縦に。あ、なるほど。そうそうそう。と、これかな。はい。はい。じゃあ行きまーす。なんでそう、これ。え、オッケー。じゃあ行きます。3、2、1、スタート。ありがとうございます。私が今回スミマホのアイディアについて、プレゼンテーション重箱についてプレゼンテーションしたいと思います。これ、次、エンターですか。エンターでもいい。あ、ちょっと矢印かクリック、まあ、タップでもいいし。 ありがとうございます。はい、まずは、まあ、ブランド名なんですけど、ハウスレブでっつって、ちょっとドイツ語習いたてなんで、ドイツ語をブランド名で使ってみたんですけど、意味は家に住むっていう、一番もう初歩的なドイツ語を使ってみました。まあ、分かりやすさを意識したんですけど、ドイツ語を使ったせいで、ちょっと日本人には分かりづらくなってしまいました。で、まあ、家に住むっていうあのブランド名なんで、家に住んでる感じで、まあ、重箱にいられるような。ことを意識して、まあ、ちょっと考えてみました。で、まあ、ロゴなんですけど、まずロゴは、まあ、ドローン使うんで、ドローンを意識した、まあ、プロペラみたいなとか、まあ、H の着陸するやつみたいなのを意識してロゴを作ったんですけど、ちょっと重箱成分が抜け切っちゃってて、まあ、ちょっと四角が最初、まあ、重箱の中って意味だったんですけど、どんどんちっちゃくなって丸のが大きくなっちゃいました。はい、はい、一本指で。で、まあ、使い方っていうか、取説みたいな感じなんですけど、あの電気を使うって、まあ、散々周りの人も言ってたんで、僕も電気を意識してる感じの重箱なんですけど、まあ、ソーラーパネルがないと、まあ、普段使いちょっと、なんかいろんな意味で電気を使うのは大変かなと思って、ソーラーパネルはやっぱ必須だと思いました。それにまあ蓄電池を設置することで、まあ、電気の問題を少しでも解決しようと思ってます。まあ、Wi-Fi 完備するって書いてあるんですけど、やっぱ Wi-Fi ないと始まらないこと多いんで、Wi-Fi を設置することで、まあ、大人数でも作業ができるとか、まあ、一人でももちろん便利だとか、そういう意味で Wi-Fi を設置するのはもちろん必須です。で、まあ、大きな机を真ん中に設置するっていうのは、やっぱ大人数で使うためにも、作業場としてとても効率が良い、まあ、効率よく作業するためには必須になると思います。で、大きなスクリーンを使うことで、まあ、たくさんの人もデータ共有ができるし、編集もしやすくて、何でも、まあ、使い勝手便利なんで、スクリーンは必須だと思います。で、まあ、家に住むのを意識するって言ったんですけど、ちょっとトイレ設置するの忘れました。まあ、トイレはちょっと外でしてください。以上です。ありがとうございました。はい。ちょうど3分ですね。はい。じゃあ次、どんどんいきましょう。はい。タイトルのところ。下に行きたいんです。日本指で。おお。
右上の。はい、OK。はい、3、2、1、スタート。中箱のデザインについて提案したいと思います。前のスライドが見えにくかったら、一種の4番にあるので、ぜひ見てください。で、次。そのタップ。プロジェクトの概要なんですけど、高台や山頂などの高所に置くように設定していて、例として横瀬町の棚田とか、足学部の山の花道などです。で、今回、スノーピークの重箱を使ってドローンの基地を作るということなんですけど、私が盛り込んだのはドローン基地に加えて、キャンプやハイキング、山登りなどの休憩所などのレジャーにも使えるように考えました。また、避難所や避難拠点などに使えるように作ってみました。ブランド名なんですけど、先ほども言った通り、重箱とドローンだけじゃなくて、避難所として使えるように安心と、レジャーに使えるように休憩という意味で、すべて日本語の頭文字を取って JDAC とつけました。で、ロゴなんですけど、ドローンの要素として4枚の羽を上につけて、で、箱の部分は重箱。で、中に、先ほども言った通りテーマの安心を入れて、ハートを入れました。で、さらっと外装を言うんですけど、外装は上のにソーラーパネルをつけて、で、窓のところにヘリポートと、その窓の上の方に日よけをつけてレジャーにも使用できるようにしました。で、外側に電源プラグを作ることで、外側でも電源を取ることができます。で、その横に、ソーラーパネルで作った電気を貯める蓄電池をつけました。で、いつも内装なんですけど、エアコンと机と椅子と、コンセント、スクリーンと消火器をつけました。で、大きな棚をつけて、下はスペースを基本的に空けておいて、何にでも使用できるように。しました。でその棚の中身なんですけど、ドローンの備品と整備品や電池などを入れる場所とレジャー用品も入れるようにしました。で避難所になった時に水や食料やガスコンロなど入れました。はい、3分です。はい、以上です、はい、という感じです。多分あと布団とかの話も残ったけど時間切れの切なさも体験してください。さあ、時間がまあ終わるかな。そうです。はい、じゃあいきます。3、2、1、スタート。私が考える重箱のアイディアを発表します。真ん中に球技を置いてマッピングされている地域がこのように光ってマッピングされてない場所が一目で分かるようになってます。で、ブランド名はフッカル箱でフットワークが軽いという意味を重箱がすぐに移動できることという意味で捉えました。で、ロゴには足をつけてドローンが重箱が移動できることを強調してます。で、4枚の羽でドローンをイメージしてます。で、真ん中に地球儀を置きました。で、私の考えた重箱のテーマは重箱自体
に大きな窓をつけてドローンが室内と外を自由に移動できるようになっています。でいつでも情報交換ができるように重箱の中のテーブルは丸くなっていて角がない感じになっています。そしてリラックスもできる空間にしました。で大きなスペースを畳にして布団を敷いて寝たり会議するときはそこに座っていたりスペースがすぐに変化できるようになってます。そして私はこの授業を受けるまで重箱を知らなかったのでもっといろんな人に知れ渡ったらいいなと思います。終わります。はい、今2分ですね。意外に時間オーバーが出ない感じです。はい、じゃあ次行きましょう。日本指で立てる。自分のつけて。タイトル。手紙一番下に。で次、次へと。で、まず最大化して右上の。でクリック、タップすれば次に進む。はい、行きます。3、2、1、スタート。これから重箱のについて話します。まずロゴについてです。横瀬町の木がもみじで横瀬町の鳥がカワセミでドローンをイメージ、この3つをイメージして左のようなロゴを作りました。この青い顔もドローンの一部って感じです。重箱に、私が、パソコンで、マッピングしてるときにもうちょい大画面で細かいとこやりたいなって感じたことがあったので私の、一番の目的としてはこの上の黒い丸がプロジェクターなんですけどそれを重箱に内蔵して赤い方の壁全体に映し出してマッピング情報とかドローンの映像を大画面で共有するということを一番に考えました。だからこの赤い方の壁には何も置かないことを意識しました。重箱の屋根で雨水を貯水して左上の水色のところが貯水タンクなんですけどそれを、雨水をそこに流す途中で浄化してそこに溜めてそこから生活用水に使用します。で最後に重箱の屋根にソーラーパネルを設置して太陽光で発電してその電気を明かりとかパソコンとドローンの充電などに使用して、どんなところでも電気を使えるようにしました。終わります。はい、なのでやっぱり2分です。はいです。はい、じゃ次、はい、どうぞ。今のプレゼン、割と文字が大きくて、色も鮮やかで、言いたいことをでかくするみたいな、プレゼンの資料としてはかなり見やすかった。基本、プレゼンの資料ってなるべく文字減らすっていうことを意識すると、後ろの人、ほとんど多分ちっちゃい文字とか見えないと思う。右上の。いいですか。はい、はい、じゃあいきます。3、2、1、スタート。はい、重箱のカスタマイズ提案として私の意見を発表したいと思います。まず重箱の屋根にソーラーパネルを設置して基本的には太陽光で電あのを電気として生活できるようにするということと、まあ、あとは小さい窓の方の板にドローンのヘリポートを作って開閉式でできるようにドローンを飛ばせるようにします。あとパソコンとか携帯をスムーズに活用するために Wi-Fi は必要かなと思い用意します。で避難と災害時のための避難グッズも用意してとデスクはドローン その様子を見ながらのパソコンをいじれるということでヘリポートの近くに設置
したらいいと思いました。またテレビはなるべく大きなものを用意して、パソコンとその連携して、マッピングを大画面で大きく見やすく、できるようにするということと、あとは棚をその右端に置いてあるんですけど、地震とかで、棚が倒れてしまわないように、天井とその一体化させたらいいかなと思いました。次ってどうやって？タップする。で、ロゴの説明なんですけど、その重箱を設置する場所をその横瀬町の自然が豊かに山とかに設置しようと思っていまして、その緑の三角を山をイメージしました。で、ドローンが運んでいるのはその重箱で、その重箱をこの箱、四角を箱をイメージさせて、そのリグっていうのは積むっていう意味なので、それを付け足しました。で、この重箱の中には当然人が暮らすというか、暮らせるように、快適に暮らせるようにしたかったので、リブの愛というところを人をイメージしました。ブランド名ハウシング&エイチャーです。以上です。はい。ありがとうございます。はい。今ので2分30秒。ね、はい、じゃあ次。あと、5人ぐらい、4人か。はい。いきます。3、2、1、スタート。はじめまして、並木達郎です。これからフライトマッピング部校、横瀬町における重箱を利用したドローン拠点の発表を始めます。よろしくお願いします。まずロゴデザインについて説明します。武甲山は秩父を代表する山で、秩父の札所はすべて武甲山が見えるように配置されているほどです。しかし近世ではセメントの材料である石灰石の採掘により、その姿が一変してしまいました。私の実家がある深谷市から見た武甲山です。東秩父村や寄居町の山々から武甲山のピラミッドのような山体が顔を出しているのがわかります。比較的若い世代の武甲山に対するイメージはピラミッドのような三角形の山です。そこでこのようなロゴデザインを考えました。綺麗な三角形になってしまった現在の武甲山をイメージしています。上のタイトルフライトマッピング武甲は、武甲山の上に漂う雲をイメージしました。続いて重箱内部の活用案について説明します。大型スクリーンの方に、ドローンが飛行している際はドローンの現在位置、カメラからの映像などを表示し、マッピング時には編集画面を表示します。ドローンの発着点は安全面を考慮して重箱から少し離れた場所に設置します。大きなテーブルと椅子を用意し、ミーティングができる環境を整えます。簡易なキッチンも用意して、自炊もできるようにしています。屋根上に太陽光発電システムおよび床下にバッテリー、ディーゼル発電機等を搭載して非常時の電力確保をします。マッピングの目的としましては、武甲山の石灰石の採掘状況の調査、 3D モデルの作成としています。重箱の設置場所は河川敷とし、安全性の高い運用を目指します。私の提案では重箱をドローンを飛ばしマッピングをするための機器として活用することを考えました。そのためマッピングに必要のないものは重箱の内部に入れないようにしています。また非常時にもドローンの運行ができるようにしました。最後に、今後ドローンに対する人々の理解が進み、その有効活用によって豊かな社会の創造ができると思います。これを支援していくために私たちに何ができるのかを考えていきたいです。以上で発表を終わります。ありがとうございました。はい。今ので2分45秒、ほぼぴったりです。かなりきれいにまとまってるっていう、こういう感じのプレゼンがやっぱり締めとしてしっかりしてるっていう印象が伝わったと思います。はい。
人の見ると結構、まあ、ある意味いいやり方はこうパクるというか真似するっていうのは大事なので、とにかくいろんな人のプレゼンを見るっていう経験を今後多分した方がいいと思います。やっぱりまあ多分みんなも見てると思うけど、 TED とかああいうところに発表するとか、の資料をどんどん映像で見ていくとか、はい、じゃあ行きます。3,2,1 スタート。こんにちは、自分なりに考えた集箱の利用方法を発表します。まずプロジェクトの概要なんですけど、ブランド名はキャンピング D で、場所は足学坊、埼玉県 横手町にある足学坊キャンプ場です。で、このプロジェクトの、目的は、そのドローンを上空に飛ばして、上空からキャンプ場の様子や周りの山や川などの自然の様子を、の景色を撮影する。で、その撮影をしたものを使ってそれをネット上に上げるなり、そのキャンプ案内上に記載することで足学坊キャンプ場の魅力を伝えるっていうことが目的です。で、まず、ブランド名について説明します。で、キャンピング D の D はドローンの頭文字です。で、キャンプの魅力を伝えるのが目的なので、キャンピングを強調しました。あえてシンプルにして目的が分かりやすいようにするしました。で、ロゴについてなんですけど、ロゴは、まず外側の縁がカメラのアイコンを表していて、で、そのカメラのアイコンの中にテントのアイコンをカメラのレンズ内に置いて、ことで、そのキャンプ場を撮影しているということをイメージしています。で、そのレンズはドローンをイメージして作りました。で、そのカラーリングなんですけど、その自然や山や川の綺麗さを表したいので、そういった色合いを考えてロゴを作成しました。で、内容についてなんですけど、まず最初に古いアイデアと新しいアイデアの違いなんですけど、目的をマッピングからキャンピング場の魅力を伝える撮影に変更しました。で、ドローンを同時に飛ばせるように、複数のヘリポートも作るようにしました。で、3D プリンターをさらに導入して、その場で必要なパーツを作れるようにして、環境を、ドローンを飛ばせる環境を整えました。で、最後に、思ったのは、やっぱりロゴを作るのに、やっぱいかにシンプルにしていくのかがとても難しいなっていうふうに感じました。で、可能であれば、キャンプ場上空と申しましたが、やっぱキャンプ場内で飛ばせるようなドローンでもっとそのキャンプ場の魅力を伝えられてますね。キャンプ場内で飛ばせることで、キャンプ場の魅力をもっとより多くの人に伝えられると思っています。以上です。はい。はい、ほぼぴったし3分ですね。はい。じゃあ次、いきましょう。よし、なんとかギリギリ終わってコメントが間に合うかなって感じですね。あと2人か。今のところスピーカーデック全員パーフェクトで終わってるね。ちょっとこれは意外だけど素晴らしい。だいたいこのぐらいの人数いると1人2人出ませんとか出てくる。はい、じゃあいきます。3,2,1 スタート。これから重箱の活用法について、発表します。このコンセプトとしては、重箱の最大の特徴である移動可能っていうところを生かした新たなドローン基地と、移動可能な観光地ということに特化しています。目的としては、多くの人に横瀬町の豊かな自然に触れてもらう、触れてもらうことと、ドローンを用いた地図作りを多くの人に知ってもらうということです。ブランド名としては、モバイルツーリストサイト with ドローンって感じにしました。ブランド名の由来としては、先ほどコンセプトで言ったように移動可能なドローン、移動可能な観光地と、ドローン基地というのは合わせたものになるようにしました。で、ロゴについてですが、
まあ、周りの一つの羽でドローンを表し、ドローンが美しい、風景を撮っているというふうにことを一目で分かるようにしました。場所としては、ドローンの最大の特徴である移動っていうのを生かして、春は花がきれいな足がくぼ山の花道で、ドローンを重箱を設置し、夏から秋にかけては、寺坂棚田というところで、まあ、きれいな稲穂を見て、見ながら多くの人にドローンによるマッピングを知ってもらったり、あとは横瀬町の美しい景色を見てもらうということに特化しました。それ以外にも地元のお祭りや朝市などにも参加して、多くの人に知ってもらうということをしました。ではなぜ重箱を自然の豊かなところに設置するのかというと、重箱の外観が木でできているので、それが一番マッチするのが、自然豊かなところだなと思ったので、そこに設置することにしました。活動内容としては、まずドローンによって空撮した映像を元にマッピングします。で、また、空撮した美しい景色を観光客や地元の方に見て楽しんでもらう。上空から見る景色 と、地上から見る景色は全く違うものなので、それを楽しんでもらうということをしました。で、空撮映像を用いてマッピング体験、これによって新たな観光地の一つになると思います。内装ですが、まあ、スクリーンを置いたり、観光客や地元の方が食事をしたりできるスペースを置いて、あとはパソコンなどを置いて、マッピングできるようにしました。棚には、重要な、ドローンの材料であったり、あとは消火器などを設置しています。最後に重箱を自然の中に設置してドローンで空撮マッピング、それからマッピングを行って自然豊かな風景を撮影、でこの映像でマッピング体験してもらって、マッピングについて知る、地域の新たな一面を知るということで、この重箱が新たな移動可能な観光地の一つになるということを提案します。これで発表終わります。はい、ちょうど3分です、はい、じゃあ最後、はい、はい、いきます。3,2,1 スタート。はい、これからは重箱の活用法についてプレゼンします。僕はまず、僕設置場所については、具体的に足学部国際経由を、考えました。まあ、なぜここにしたかというと、川辺は比較的ドローンが飛ばしやすいような開けたところなので、そこにしました。で、どちらかというと僕は、商業的なイメージで、まず飲食と釣り道具を貸して、でドローンで届けるようなものと、あと地図を作るドローン基地、まあ、もちろんそれがを組み合わせることが目的なので、それも考えました。で、その釣り場がより楽しめるものになるように考えました。で、内装は、まあ、釣り道具貸せるところがあったり、あとこの足場じゃない、この広場で釣りができるようになるべく川沿いに置くことと、あと食べれるものがあるように、テーブルと、まあ、椅子、あとドローンの火災があった時にのために、消火器、あとドローンの、充電器などの道具ですね。あと、特徴ではないですけど、ヘリポートを2つ、つけて、片方は着陸用で、もう片方は出発、離陸用にしました。で、ブランドのロゴで、ブランド名は、まあ、単純にリバーサイドドローンステーションで、ロゴも、まあ、薄くて見にくいんですけど、R と D と S で頭文字取ってます。で、R の曲線を川にして、川をイメージして、で、横に、まあ、魚、釣りなので魚をイメージしました。で、あまりドローンのイメージは、あまり出してないです。あ、で、まず考え、このプレゼントをして考えたことは、重箱を単純に1個だけ置くとかじゃなくて、複数の重箱を何箇所かに置いて、
で、ドローンがその重箱の、何ですか、架け橋みたいな感じで物資届けたりとかに活用できるんじゃないかなと思いました。以上でプレゼン終わります。はい。ありがとうございます。はい。2分30秒です。はい。ということで、ひとまず全員終わりました。で、残り10分切ってきたので、ちょっとコメントもしながら、よいしょ。画面を。はい、田畑さん。はい。はい。まず、そうですね、横瀬町側から何か一言コメントと、あと、おそらく、今、具体的に横瀬町にまだ行ったことない学生がそれなりにインターネット等で調べると、多分キーワードとしてまず武甲山の存在感、あと学生によっては足学部のキャンプ場を使うとか、山の花道とか、まあ、そういった場所が、出てきてますけれども、逆にこういった場所もいいんだぞみたいなことも含めて何か、簡単に、コメント、学生の発表も聞いた上でコメントいただけると嬉しいですが、いかがでしょうか。はい、皆さんありがとうございました。いや、先生から全然来たことがない子だよって言ってたんですけど、結構やっぱりみんな、皆さんインターネットから結構調べてもらって本当にありがたい限りです。で、やっぱり寺坂棚田っていうのはよく先生とかも使ってもらってて、まあもちろん一番いい場所ではあるんですけど、田んぼなのでやっぱり水を張った時に、そうか、先生の場合の固定浴だとちょっと着陸する場所があるあれなんですけど、まあそれ以外であれば、まあまあ駐車場とか使えれば発着は全然 OK なので、まあ棚田なんか使ってもらうと、まあ開けた場所だしいいかなと思いました。あとはまあもちろん山の花道とかそういったところももちろんなんですけど、今あとただの本当に野球するグラウンドですとか、あと人工芝のあるサッカーグラウンド、こういったものも横瀬町にはあるので、 あと、まあ、学校ですね、学校の校庭とかも使えるかなと思ってますので、まあ、何しろ一度これを機に横瀬に遊びに来ていただければなと、ただただそれだけ思いました。はい、ありがとうございます。まあ今日で最後なので、一応多分1年生でかつ、全員が古橋が所属する学部じゃないっていうところで、次会うチャンスがないかもしれないですけど、一応、古橋のゼミの今年度の、打ち上げが3月ぐらいに横瀬町の中でバーベキューパーティーを企画しているので、スラック経由で声かけますので、よければ来てください、はい、学生は参加無料ですという形で、チャンスがあればうちの学生が遊びに行くかもしれないです。で、はい、ぜひぜひということと、じゃあ次簡単にスノーピークさんからも、どちらかというと学生の全般的にソーラーパネルとか、あと重箱を改造するっていう意味で、結構学生によってはもうがっつり泊まれるっていう意味でトイレつけたいとかですね、まあ、あとアウトプットを意識して 3D プリンターみたいなものも話が出てきましたが、今現状重箱のカスタマイズのところで例えばソーラーパネルを設置している事例があるのかも含めて、はい、どこまで可能で天窓をつけるとかも含めて、ここはこれ以上やっぱり難しいけどこういうのは可能性あるよねっていうようなインフラ周りといいますか、ハードウェアをどう改造するかのあたりをちょっとコメントも含めていただけると。はい、パソコンつないだらもあるんですけど、ちょっとあ、なるほど、だったらちょっと画像を、画像だけじゃあ切り、はい、じゃあこれでこれを使っていただいて、で、こっちのカメラでスクリーンに映せば、多分田畑さんにつながる。ああ、見れる。まあ、今ちょっとですね、即席で画像集をあしらったので、カスタマイズ事例。まあ、今本当に、まあ、画像を。田畑さん、見えます？見えます。はい。ちょっとまあ、いろんな、はい、本当に、感想もなんですけれども、結構ですね、この重箱を買っていただいたお客様ですね、私たちが所有しているのも含めて多分 10事例ぐらいあるのかな、まあ、いろんな本当に使い方されてまして、結構これをこんな面、スライド、
ちょっと大丈夫です。あ、結局まあインフラの話にはなる、インフラの話なんですけど、多分太陽光パネルとかをつけていただいた事例って今のところないです。で、なんでないかというと、販売したばっかりだからっていうのが一番です。はい。それにまず挑戦しようっていう方がですね、まだ現れてないっていうだけなんですね。まあ、去年の5月から発売した商品なので、多分こういう試みをする方も出てくるはずだと私では考えてまして、まあ、それこそですね、この箱1個全部をトイレとお風呂にしてしまおうっていう方もいらっしゃいます。部屋と、こう、まあ、要はまあ部屋箱と、まあ、風呂箱みたいな。重箱2つ並べてこうくっつけちゃうみたいなんですね。まあ、そういう試みをしようとしている方もいらっしゃって。あと、ちょっと映っているのが、こう重箱の前結構スペースが有効活用できます。まあ、結構今、綺麗なお姉さんが2人映ってるんですけど、まあ、とあるイベントでですね、こう目の前にこうタープっていうあのキャンプ用品の、まあ、日よけなんですけども、こういうのを貼ると、この箱の中だけで多分皆さん完結して、されようとしてたと思うんですが、実は前のスペースも含めて、発送していただくと、結構よりイメージも膨らむのかなと。あとですね、電気関係なんですけれども、これ、名古屋の重箱を購入いただいた、企業さんで、ショップに展開をされてます。中でこう小物、アクセサリーだったり、あとお洋服屋さんとかで、販売されてるんですけれども、まあ、かなり照明を付け足されたりとか、まあ、サインとかですね、いろんな付けられてるんですけれども、これ自体は木でできているものなので、多分先ほどプレゼンしていただいた方内容のほとんどは多分カスタマイズできるかなと思います。あとはまあちょっとそういう電気工事とかが必要になるので、まあ、そういったのは、まあ、そういう職人さんなどに頼んでいただければ、使えるものではないかと。まあ、要はそうですね。あとはその、木でできてるからこう、A プラン、B プランみたいな形でいろんな使い方ができるのが本当に特徴です。で、あとは、まあ、先ほどその横瀬町の、私もですね、横瀬町多分2回ほど訪問はさせていただいて、まだまだちょっとこう、全然回りきれていないんですけれども、これですね、日本海に、置いた重箱です。夕日がめちゃくちゃ綺麗なところがありましてですね。ですね。パンフレットで皆さんご覧になってない。ウェブサイトだけ。あ、ウェブサイトだけなんですね。ですね。ちょっとそっか。要はこの重箱の、感じましたね。まあ、すごい景色がいいところにこう置くとですね、まあ、これ、あ、ちょっとね、これ北海道の十勝に、うちのキャンプ場があって、めちゃくちゃ星が綺麗なところに重箱を置いたんですよ。で、まあ、これ今下からの映像なんですけど、まあ、本当にドローンの空撮とかで、まあ、星とこう重箱のコントラストの映像なんかが見れたら面白いんじゃないかなと思いました。はい。はい、なんかですね、ちょっとこう、全部、ほとんどが多分皆さんのお話、ほとんどが今まで聞いたことがないお話だったので、逆に自分たち、まあ私も含めてなんですけど、こういう使い方っていうことが結構固定概念としてあったものですから、まあ、その辺がいい意味でぶっ壊れてですね、本当にありがたい、今日は時間をいただいたというのが感想でございます。はい。はい、ありがとうございます。すいません。いえ、とんでもないです。金が鳴ってしまいました。申し訳ない。はい。で、まあ、今の発表で基本的にこの授業自体は終了です。今まで提出してもらった課題で全部成績つけます。で、もしこの重箱のカスタマイズに関しては引き続きフラッシュゼミの方でやっていくので、興味があればもうこれはこの先は、希望者というか参加してみたいという人だけで全員必須で全然ないので、スラックにチャンネル作るので、そこに参加してみてください。で、まあ、さっきも言ったように3月に横瀬でバーベキューあるので、よければ遊びに来てくださいということと、あと、田畑さん、はい、何か最後に一言。あ、はい、はい、ありがとうございました。1月2月も、いや、はい、今先生にメッセンジャーで送ったんですけど、足がくぼの氷柱ってつららを今見せてやってるんですけど、今すごい大人気で1日
土日3000人ぐらい来るように今なってますので、ぜひ、300円片手に遊びに来てください。そうですね、はい。そうか、なので、足学部、さっき釣り、渓流の釣り場があったと思うんですけども、足学部の駅から、歩いてもすぐのところにある氷柱も、できたり、東京で。多分、見どころが今増えてるんで、よければ、この寒い時期に見に行くのも手かなと思います。じゃあ、ひとまずここで終了という形で、田畑さん、ありがとうございました。はい。いや、はい、ありがとうございました。あ、途中から副町長も見てましたんで。どうもありがとうございます。副町長、おはようございます。すみません、黙って入ってしまっておりまして。はい。いえ、とんでもないです。はい。ありがとうございます。あとで映像も共有させていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、そのビッグモバイルの、はい。名前が言いないです。鎌崎さん。鎌崎さんもありがとうございました。はい。また、ということで、まあ、全15回か。お疲れ様でした。はい。じゃあ、他の試験とレポート頑張ってください。